SJJJF 東京サマー終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、正確にはまだ終わってないんですが、今日、9時半開始の1時半ぐらいですかね。で、まあ片付けやって2時過ぎぐらいでしょうか。今日はサクッと終わりました。なんでこんなに早く終わったかというと、これから終わって、名古屋に行かないといけない。で、名古屋に、6時までに着かないといけないということなので、3時過ぎにはもう電車乗らないといけないので新幹線で移動します。他の人たちは車で移動するっていうね、なかなかハードスケジュールでした。はい、この大会スロースどうでしたか？そうですね、私は第一マットしかあまり見れなかったんですけども、その紫帯の能技と道技、すごい、そうです、同じ人が、外人、はい、非常に強かったですね。佐世保基地の、海軍だったんです。ネイビーですね。非常に強い、ニコラス君、ニコラスさん非常に強かったです。でね、同門対決もやってきっちりと、はい、決めてましたね。なかなかね、ちょっとびっくりしました。やっぱこういう風にね、佐世保からわざわざ来るっていうのもすごいなと思いました。長崎県ですか？長崎県の佐世保ですね。すごいです。はい、摂氏ボンですね。びっくりしました。はい。で、あとはね、青帯で、階級無差別優勝したのが伊集リオン。やっぱこれはね、大会前から、注目したんですが、その注目通りの、強さを見せました。無差別級は全試合一本勝ち、階級別は第1試合以外は1回戦以外は全部一本勝ちということで、7試合中6試合決めたということでね、ドクトルも、ニコニコだったんじゃないでしょうか。けどね、途中で勝っちゃいました。ドクトルどっか行っちゃいましたね。なんか地方でなんかがあるみたいなんで、だからなかなかあれなんですが、まあちょっとね、一応リオン、まあレイヤーもそうですけど、リオンもそうですけど、ドクトルスタイルとは全く違う動きまくりのスタイルですからね。もうドクトル譲りの七色の文字バカが出るかなと思ったんですが、三角締めと腕十字ってことなんで、やっぱりここら辺はね、レイヤーちょっと得意体質というか、レイヤーからいった突然変異的なところのパラストラ小岩スタイルだったんじゃないでしょうか。はい、非常にここら辺もね、良かったと思います。で、今日は東京サマー、そして明日ドゥマウインターナショナル10面です。もうエイソンがね、なんかもうメダルガールもなんか特別に呼んだって言ってたんで、なんかどんな人が来るんでしょうか。見たかったっす。そちらの方もね、ちょっと注目していきたい。そのドゥマウインターナショナル、東京から年生組も結構出てるので、そちらの方もね、しっかりと見ていきたいと思っております。はい、という感じで SJJJF 東京サマー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。